今回は、マダラが五影全員と戦ってる時に思っていたこと、について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。五影戦のマダラがテンション低すぎて逆に笑える。柱間が規格外すぎるんだよ。じゃで影にも当たりが強い。柱間基準で考えられてもな。ガイ先生にはテンション上げていたから、柱間じゃないとダメってわけでもない。一応今の五影も思ってたよりやるじゃん程度には評価してるんだよな。里の代表が底止まりとも言える。やろうと思ったら自分ごと広範囲攻撃力の術とか使って、ゆっくり回復できる江戸天聖体だしな。柱間に甘やかされて育った孫だと。柱間の孫だぞ可愛がれ。可愛がってやろう。弱い戦術は嫌だってのかなり本心だろうな。綱手ですらこの評価だから、後世に名前すら残していない柱間の子供とか見た日にはそれだけで憤死しそう。現代の人間でマダラの興味を引いたのがガイ先生のみという。ナルトも人中力だとわかる前からか覚えるぐらいには。カブトとも割と話が弾んでたぞ。伝説のウチハの力みたいなーって煽ったら、よかろう、ってなるの割とノリがいい。この世は所詮余興だからな。柱間基準で扉間も死ぬほど気に食わないけど実力的には認めてる。大の木はそこそこ評価されてるよね。もっと踊れ大の木。ボケたか大の木。読み返したら思った以上に大の木めちゃくちゃ働いてた。大の木め、少しはやるようになったではないか。さて、2個目はどうする？でかい隕石みたいなの落としてきて、なんとか防いだらじゃあおかわりねとかひどい。隕石2個はマダラの性格の悪さが端的に現れててほんと好き。仮想敵が戦術だから。性格悪いのはあるけど、煽りも戦闘のうちに入れてそうな気がする。雷影の背に乗って、インパクトの瞬間荷重眼の術で威力増すの好き。改めて見るとほんと土影も大概おかしなスペックしてる。陣飛んで分身のスサノオを全部消し飛ばすのやばいよね。大の木は実際すごい頑張っている。柱間なら一撃でスサノオを剥がしたぞ。マダラとしては柱間はともかく、卑劣様クラスは欲しかったんだと思われる。マダラは卑劣様は嫌いだけど、むちゃくちゃ強いので無視できずに一周回ってめっちゃ理解してるよな。江戸天の自分ごと道連れ戦法も卑劣様の戦い方だしな。江戸天自爆戦法使ってくるのは、まあ自分も昔卑劣様にやられたんだろうなって嫌な信頼感ある。やられてなくてもやってるのを間近で見た可能性も高い。なんなら貝のやり方知ってるあたり開発してるところ見てたんじゃないか。高速テレポートからの不意打ちを身内避けできるくらいだから理解力は相当ある。柱間とマダラの相互理解より、よっぽど理解し合ってるよあいつら。マダラは案外インテリタイプと話が合う感じなんだよな。真面目すぎておかしくなったところあるからマダラ。自分の家族をみんな殺した戦術に対しては憎しみはあるだろうけど、同時に相応の強さであってほしいだろうしな。イズナ殺してなければ扉間と打ち解けるマダラも見られたかな、見せろ。マダラはイズナの死が戻れなくなった全てだよ。なので飛来心切りが悪い。イズナに似てるサスケならマダラを止められるかも。敵対してる柱間はちょっと節穴すぎる。こいつ病でサスケを刺してるぞ。幼少期マダラのまともさは本当に何なんだろう。闇落ち前のサスケみたいなもん。いっそ柱間に誘われるままに火影になって、重責と激務で嫌でも現実見つつも、里の未来を考えられるルートなら、いやダメだわこいつ外交できねえわ。外交などない、力に従え。は？外交くらい俺でもできるが？岩隠れの連中が柱間に会いに来たからボコボコにして返してやったが、大の木に対する対応がもうダメすぎる、あれで譲歩してるつもりなんだろうし。マダラ本人も自分が火影の器じゃないことは理解してたから確実に断る。マダラのは樹海降誕が実際はこんな威力なのやべえってなるし、その後の下樹海がもっとひどい。完全マップ兵器になるけど柱間も使っていたのかね。柱間とマダラレベルになると九尾も添え物になる。こんなマダラをして体術だけなら柱間以上と言わしめて、あそこまでテンション上げさせたガイ先生って実はすごい忍者なのでは？万年下忍ですら忍び型な式忍衆を相手取れるようになるので、カカシ先生クラスの人が使えばそうもなろう。あとサスケにもそれなり以上に興味示してるよね。人は違うつながりを感じるみたいなこと言ってた。マダラ、オラワクワクすっぞ。水影ってどんな戦い方するんだっけ？ヨウトン。溶かすやつ。服以外も溶かす液体を口からゲロゲロ吐く。これは結婚無理だわ。水影様はヨウトンで溶かすだけじゃなく、吹っ飛んで溶かしたりもできるかんな。水影は口から液体吐いてるだけで絵面が地味なのがな。失礼な。口から吐いてる最中の水流弾に電撃乗せたりしとるわ。水影ならもうちょっと水を使うとかさって思ったけど、とんでもない水遁使うやつがいるから何してもダメだわ。昔の戦術知っているマダラからすると、戦術のトップで綱でレベルなのはかなり我慢できないんだろう。要求が高え。
孫の強さがこんなんじゃ言いたくもなる。強い千手、柱間、扉間、弱い千手、綱で。柱間って異様忍術できたの？自己回復は化け物だろうけど。使えてもおかしくはないけどなぞ。まだライド10だから死ぬ危険もないし、マジで楽しくないんだろうな。主人公の因縁の宿敵要素はオビトが担ってたからマダラは基本ドライ。あたりがもっと頑張るかと思ったけど、ガーラとジャゼカゲと綱手が要だったね。ガーラはキャラ立ちが他4人とは別格だから置いといて、その2人はそれぞれヒーラーと精神的支柱の作劇場の役割をもらえたのがデカそう。プロレス野郎にも力の差が開きすぎててね。ガーラはオールマイティなんだけど火力がもう一声欲しいよね。本当はかなり高い方なんだが。ライカゲはせめて両腕揃ってればな。メイちゃんは普通に諦めそうになってたよね。綱でも無理ってなってた。なんなら大野木以外諦め入っていた。まあ大野木ですら完全体質のを見たらもうダメそうってなったが。マダラは学校の嫌われる先生みたいな性格してる。そや柱間を味わった後だとこうなってしまう。分身するな。そいつらがスサノオを使うのと使わない、どっちがいい？スサノオ一体をおかげみんなで協力して倒した後に、スサノオ5体ぐらい出すの性格悪くない？ 5×5 だから25体だぞ。バカだろ、バカじゃん。マダラはなんでやたら影分身好きなんだ。他人に背中は預けたくないけど、手数が必要なら自分は増やせるだろ？リンボは強いけどマダラらしくない術というか、サスケのもサスケらしいかって言われるとかなり微妙だしそんなもんじゃね？自分以外誰も信用してない感じで好き。影分身といいそんな感じが存分にある。縛っといたってばよってされてるシルエットがなんか笑えるリンボ。何やるにしても文字通り術の規模が違いすぎて勝負にならなすぎる。影ってつまり柱間だろ？これくらい余裕余裕。キュービプラススサノを退ける柱間が本当におかしい。柱間も言うてマダラ戦はボロボロになってたよね。チャクラ枯渇まで言ってる。やられた振りの騙し討ちじゃないとマダラ倒せないくらいには。モクトン分身を見抜けたのは俺だけとか言いつつ、モクトン分身でとどめ刺されるマダラ。マダラもチャクラからでラガンに戻ってたからね。そういやマダラの万華鏡ガチャ何なのか最後までわからなかったな。ゲームで時間の巻き戻しって判明してなかったっけか。そんなんあったらイザナギ使う必要ねえだろ。いや戻せる時間はほんのわずかって制約はついてる。開幕のカトン一発でこいつ別格だってわかるの好き。江戸天マダラのデザインがめちゃくちゃいい。内歯返しとかなんかかっこいいよな。あの甲冑に内輪持ってるのかっこいいよね。5影倒してオビトと合流してもテンション低かったけど、柱間のチャクラを感知した途端フルフルに石出したよな。実際に対面すると思わず大声で破顔する。柱間来る前と来た時でテンションが違いすぎる。マダラまで遡らないでも少し前の過去影ですら、今の影たちよりインパクトあるもんな。ついに来たかみたいなリアクションだったけど、火影召喚はイレギュラーなんだよな本来。過去の影クラスすら蘇ってるし、火影もいるんだろうと思うのが自然ではあるしな。4代目まで全員封印されてるなんてのはさすがに知らなかっただろう。マダラ終盤は言語影ですら右往の衆になるようなくらい実力差あるもんな。世代を経るごとに影の実力もね、平和な証拠だと思うけど、いやどうだろう。チャクラの総量が一定なら世代を経るごとに弱くなるのはまあ仕方ないんだ。江戸天聖体が無限のチャクラ行使してるのはわからん。マダラがジャリと本気で喧嘩をする大人がいるかって言ってたけど、当時のムーもジャリ扱いできちゃうのがまさに規格外。見返すと驚異的なシーンほとんど柱間細胞使ってんじゃねえかマダラ。憧れのモクトン使えるチャンスだし。江戸天マダラ最大の脅威は結局のところ完成体質作能だから、ぶっちゃけ柱間細胞入ってようが変わらんよ。マジで遊んでただけ。完成体を見た者は死ぬって言われてるのに一度引っ込めちゃったからなぁ、と思う程度の感情はある。完成体を見た者は死ぬって誰が伝えてるんだよ。カブトが追加してくれた全盛期以上の力が、本当に全盛期以上なのか確かめてた感じ。ガイより最後に戦ったナルトとサスケの方が強いはずだけど、あまりテンション上がってるようには見えなかったな。自分が勝てる範囲で強い相手が好みか。柱間相手にテンション上がるからそれはないんじゃね。むしろあれは自分倒せそうな相手だから完全に真剣になったんだと思う。無限つくよみ完成してこれからもっと楽しむぞってとこで、かぐやに乗っ取られたからそこは割とかわいそう。皆さんは、マダラが5影全員と戦ってる時に思っていたこと、についてどう思いましたか？コメント欄で教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。